テオドール・バイセンベルガーは、第二次世界大戦時のドイツ空軍の軍人。最終階級は少佐。出撃回数375、撃墜数208機のエースパイロットであり、騎士鉄十字勲章を受勲した。その戦果の多くは、ノルウェーやフィンランド、ロシア北部などの北方戦線で挙げられたものであったが、西部戦線でも33機を撃墜している。うち8機は、 メッサーシミット目六十二で挙げたものである。九百十四年十二月二十一日、バイセンベルガーは植物園のオーナーの息子としてドイツ帝国ヘッセン大公国のミュールハイム、アムマインで生まれた。彼には空軍でパイロットとして働く兄の夫がいた。九百三十五年十一月十六日、バイセンベルガーはドイツ航空協会のグライダーパイロットとして 初飛行をした。1941年7月20日には645回目のグライダー飛行を記録し、累計の飛行時間は196時間46分であった。これらの飛行のほとんどは、レーンサンチやシレジアバイエルンで、グライダーのインストラクターとして記録されたものである。1936年10月19日、バイセンベルガーはデトモルトの 第14飛行訓練隊の第2中隊に飛行訓練生としてドイツ空軍に入隊し1940年12月1日に軍装に昇進した。第2次世界大戦は始まってから2年が経過した1941年8月27日、バイセンベルガーは前線部隊である第77戦闘航空団大、愛飛行隊に配属された。1950年、 ニュルブルクリンクで開催されたフォーミュラに自動車レースの事故で死亡した。ありがとうございます。